こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、上沼恵美子ってなんであんなに偉そうなんですか？昔なんかやったんですか？では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。歯に気抜きせね近所のおばちゃんキャラですね。でも筋は通っててトーク力あって自分は好きだな。上司だと信頼できるタイプの大物タレントさん。あなたはお若い方でしょうね。関西では結構な大物さんです。口は悪くて態度も体も分厚くずぶといですが割ということに筋が通ってるんです。それとそういうチャラで通してる点があります。すごく好きなファンと絶対嫌いって人と両極端ありです。昔なんかやったんですかっていう質問ですが女性漫才でデビューしてでもかなり歌うまいです。で結婚して家庭に入った後またピンで出てきて、紅白の司会もやった実績あります。自分の立ち位置よくご存知で私はもうすぐ勇退されるんではないかと。飾らない本音トークでいい人だと思いますよ。ただあまりにも大きく持って話されるのには笑ってしまいますがとにかくそういうキャラの人ですから。偉そうな態度を視聴者が望んでいるから、です。上沼恵美子さんは、テレビを見ていると偉そうやなぁ、とか、うるさいおばちゃん、って思う人が多いと思いますが、実はものすごく、周りの人を気を使ったり、思いやりのある、優しい人なんですよ。ある若手芸人さんが、あるテレビ番組で、上沼さんは、厳しいことも言うけれど、いつも気さくに声をかけてくれたり、アドバイスしてくたり、優しいお母さんのような人、と、言ってました。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん、ま、そういうこっちゃ。ガンバ、終わりです。ご視聴ありがとうございました。